皆さんこんばんは。言論アリーナが始まりました。今日もよろしくお願いします。この番組は情報セキュリティ製品などを開発しているソリトンシステムズのスタジオを借りてお送りします。今日のテーマはアゴラが9月まで行ったグローバル資本主義を読むという講座の延長線としてですね、番組を提供していただきたいと思います。いつもこちらに座っている池田信夫さんが今日は伺うという形をとります。よろしくお願いしよまろしくお願いします。す。で、アゴラのですね、はい。読書塾は10月から12月まで第2シリーズ、このグローバル資本主義を読むというテーマでやっており、今募集をしております。残席がわずかでございますので、皆さんもご関心があればぜひご参加ください。また遠隔地でも、受講ができる仕組みをとっております。それで早速なんですけれども、はい。マルクスから半沢直樹までといういきなり現代的な名前が出ましたし、42%の視聴率ということなんですが、池田さんがツイッターで何が面白いかわからないって言ったとそうころ、なんです炎上していよ。ますね、今でも。いや、この番組もね、最初はそのグローバル主義って真面目な内容でやろうと思ってたんだけど、昨日ツイッターで藤沢和樹かなんかが何が面白いのかわかんないって書いて、僕も何が面白いのか分かんないって書いたら、ものすごい数のなんかバカ野郎みたいなのがいっぱい来ましてですね。まあさすがにその視聴率42%の人気番組だけあって、僕もいや本当にちょっとしか見たことなかったから、その念のため、1時間撮ってあったビデオをね、再生してこう見てみたんだけど、やっぱり何が面白いのか分かんないですね。どこで、の点なんでしょうね。いや、うちの女房はね、外資系なんだけど、彼女もね、同じ感想で、まあ、藤沢もね、外資でしょ。外資の人々から見ると、こんな嫌な上司がね、いるんだったら、もうやめればいいじゃないかと。それからもう一つ分かんないのは、上司は明らかにその背任をね、犯罪行為をやってるのに、なんかそれを、なんていうの？金融庁検査からわざわざこう見せないようにするとかさ、とにかくなんていうのかな、法律で裁かせないようにするっていうところにものすごく大きなエネルギー割いてるでしょ。で、まあその代償に自分が出世するとかなんかっていう話になってるわけですね。非常にこうなんていうか、全てが全部内向きの人間関係で動いてると。あれ、不思議に思ったのは、競争相手が出てこないそうし、そう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 。法律を守ろうっていう純本意識も出てこないです法ね。律っていうのをまず意識してないし、ビジネスっていうのも全く意識してないですね。身内の人間関係をいかに利用して自分がのし上がるかっていうことをドラマにしてるわけですよね。で、まあ、ある意味で言うと、日本のサラリーマンにその共感を得たということは、日本の会社のね、ある種の実情をこう、まあ、ちょっと誇張して描いてるだろうと思うんですけども まあ、ある意味で言うとね、今日、まあ、あえてその半沢直樹の話からこう始めようと思ったのは、やっぱりあそこにね、まあ、言っちゃ悪いけど、日本の会社が、世界のグローバルな競争の中ではこう負け続ける原因というのはよく現れてる。なるほど。ね。つまり外の世界をこう全然見てない、ね、こう身内の人間関係が全てになってる。それはなぜかというと、銀行なんか特にそうですけど、もうずっとこう銀行ないし、その系列会社の中で一生ぐるぐる回るわけですよね。で、銀行っていうのはね、あそこはね、非常に移動の幅が広くて、とにかくなんていうかな、特定の職種の中でこう専門職になっていくってことはあまりなくて。本当にぐるぐると、あの場合なんか最後なんか証券かなんかに出向するのかな。とにかく証券業務やったり、融資やったり、審査やったり、もういろんなことやるわけですよね。そういう、つまりいわゆるジェネラリストになるサラリーマンなんですね。まあ、日本のサラリーマン全体にそういう傾向はあるんだけど、銀行はまあ一番その傾向強い。役所と似てるとかね。で、そういう意味ではね、日本のこう組織の特徴をよく表してると。で、日本のサラリーマンの共感を得やすいっていうこともあったんだろうと思うんですね。まあ、それが一つと、もう一つは、あそこでテーマになってるのがその不良債権なんですよね。で、まあ、舞台はちょっと前と現代とになってるんだけど、まあ、本当の
まあ、本格的な不良債権問題が起きたのは90年代の前半だったわけですけども、はい、あ、後半って言ったらいいのかな、まあ、僕がたまたまその頃 NHK に勤務してましてですね、90年代前半の不良債権番組はほとんど私が関与して作ったぐらい、もういっぱい糸満から始まって尾上縫とかね、そういうのをこう取材をしたんですけども、尾上縫すごい名前が出てきましたね。いやもうね、皆さん知らないと思います。尾上縫さんなんて知らない人も多いと思うので、ちょっとご説明をしますとですね、尾上縫さんっていうのは大阪 の, その線どこだったかな、南の方 の, 料亭のおかみ、おばあちゃんなんですね。でただのおばあちゃん、料亭のおかみなんだけど、そのおばあちゃんに延べ2兆8000億融資をしてるんですよ、うん、銀行がね。あ、まあ、延べだからそのいっぺんに貸したわけじゃなくて、かなりの何年間にわたっていろんな銀行がそのおばあちゃんに2兆8000億も貸して、でそのおばあちゃんはね、もうなんていうの、ちょっとこうなんていうかな、神がかり的なおばあちゃんで、占いでこう株を買ってるわけです。それがたまたまね、80年代後半の株がものすごい上がるときにドーンと儲かったということで、こうみんなね、いろんな銀行が群がってきて、かといってもそのおばあちゃん財産がほとんどないわけですよ。料亭って言ったって、まあ3階建てぐらいのね、まあ普通の料�亭で、そんなもう2兆円なんていう価値は全くないわけなんだけど、ところが実はそのおばあちゃんの担保にですね、その公銀のね、リッツ記載、それが担保になってたわけ、うん、これも変なもんでね、その銀行の利付債が担保になって銀行が貸すっていうのは、まあ、そのまあそういうケースはもちろんあるけども、それで2兆円も融資するってことはね、女子では考えられないし、そんなことでまあ普通はなんていうかな、そういうそんな投資したってそのなんて儲かるはずないわけですよね、うん、ところがまあそういう常識が全然通用しなくて、とにかく公銀がそのおばあちゃんに貸してるという信用をいわば担保にして、他の銀行がバーッと貸したわけですよ。しかもその利付債が一部偽物だったという笑い話で、いや元の預金証書は全部偽物だったんです。すいません、そうだ、うん、あ、なるほど。でそれが偽物だったってことはバレてから、全部ドーンとね、いっちゃったわけです。で実はドーンと行っちゃった時にはもう公銀はかなりもう融資そのものを引き上げていて、正味600億ぐらいの損だったんですよね、うん、でところがトータルではまあ6000億から7000億の損が出て、で他の銀行がその公銀に損害賠償を要求したわけですよ、うん、で当時の公銀の西村さんっていう頭取はね、我々は600億損させられた被害者なのにね、はい、なんで我々が損害賠償しなきゃいけないんだと言ったら、その予想の銀行はね、いや我々は公銀が貸してるというそのね、利付債預金証書を見せられて、それを信用して貸したんだから、うん、公銀に騙されたようなもんだというね、うん、無茶な論理で、はい、公銀にその要するにその賠償しろって要求して、それでね、最後はね、これも面白い日本的な解決法でね、要するにもう頭取は嫌だって言うから、その公銀 の, その中山宗平さんというね、当時の、はい、当時は何だったか、もう相談家顧問家ですよ、はいはい、全然だから代表権も何もない人なんだけど、中山宗平さんかなり有名な中山宗平さんって、これもまあ今知らない人ももういるかもしれないけど、まあ戦後の日本で一番有名なバンカーなんですね。その人が公銀にこういつもこう出金してるわけですよ、別に何の役もないのに。それで要するにその頭取でももう決断できないものを、その何にも権限のない中山さんのところに持ってって、それで中山さんが、いや法的な責任はないけど、公銀がそのね、自分とこの偽預金証書を見抜けなかったっていうのも恥ずかしいし、はい、それをよその会社にね、その融資に利用され、悪用されたということも、まあ、社会的責任は免れないと、
いうことで、そのね、まあ、全部じゃないと思いますけど、その他の銀行の損をね、うん、こう公金が賠償したっていう事件があったわけですよね。まさに半沢直樹的な解決ですね。もうね、だから日本の銀行というのはね、僕その事件取材して、まあ尾上おばあちゃんには電話では話したことあるんですけど、来週取材に行くっていう直前に警察に持ってかれたから、直接は会ったことないんですけど、うん、そのおばあちゃんの話なんか聞いてもね、まあとにかくその法律とかね、契約とかいう概念は全く存在しない世界なんですね。へー、いやーこれはね、まあだから半沢直樹もそうでしょ、半沢直樹もだってあれ、本来あれ明らかな犯罪背任なんだから、金融庁がわざわざ検査に来てんだから、金融庁にその証拠書類出したら一発でね、その常務は終わりのはずなのに、それをわざわざ隠してなんか身内で片付けようっていうところで話を引っ張っていくわけですね。まあ話引っ張るために必要なテクニックだったのかもしれないけども、そういう発想でこう物考える業界の人ってやっぱりこう銀行にかなりちょっとこう特殊な体質、つまり要するに恥をね、うん、世間にさらしたくないっていう意識がものすごく強い業界ですよね、うん、だからね、その、まあ、僕もね、僕が当時直接取材した中でいうと、もう一つ大きかったのは糸満事件という、大変これもすごい事件でですね、まあそこに比べるともう半沢直樹の120億なんていうのはおもちゃみたいなもんで、糸満事件というのはね、結局最後は清算した時には5000億円全部住友銀行がかぶったんですね。糸満という商社の話です ね、 あ、そうですね、これも知らない人がもう多いかもしれない、はい、当時はかなり有名な中堅のね、大阪の、大阪ではかなり大きな商社だったんですけども、そのまあ初期には普通の商社だったんだけど、その川村さんっていう、その、まあ、磯田一郎さんというですね、住友銀行の大変有名なバンカーの、まあ1の子分か2の子分かぐらいの人がその糸満に送り込まれて、で要するにその、まあ、あんまりパッとしなかった糸満をそのバブル的な商売でこうバーッと業績をこうなんていうかな、上昇させたわけですね、はい、でその時にその、まあ、不動産取引を手掛けた。別に不動産取引を手掛けること自体は問題じゃないんだけど、その時にですね、まあ、大体大阪で不動産の、ややこしい物件っていうのは大体山口組とかね、そういうこう差別絡みのなんか物件が大体絡んでることが多くて、はい、そうそうそう、でそういうところにこう手を出したわけですよ、うん、でしかもその山口組の企業舎弟と言われるその伊藤末光という人物を常務に、糸満の常務にしちゃったんですね。いわば泥棒を身内に抱えちゃったようなもんで、はい、でその泥棒はもう自分がその警察に上げられる、いずれ上げられることは分かってるから、その警察に捕まるまでのもうわずか2年間ぐらいの間に、さっきのまあトータルで2800億ぐらいね、不正融資やって、はい、要するに山口組からね借金してたのね、伊藤がね、はい、で山口組に対する借金を返したわけで、伊藤の金で。それでまあ牢屋入って、でその共栄中と組んでね、共栄中っていうこれもね、これも在日の人と組ん、朝鮮人と組んで、それでまあ糸満を食い物にして、それでまあ磯田さんがその責任を取ってね、住友銀行の会長を辞めたわけですよね。という事件なんか僕取材した時はもう半年ぐらいね、それ取材しましたけど関係者のね、こう人間関係をね、こう模造紙に書くとね、もう壁いっぱいになって、もうね、はい、誰がどういうふうになってるのか全くその模造紙を確認しないとわからないぐらいね、ものすごいこう複雑にこう隠すんですね。だからまともに、半沢直樹みたいにこうまともにその120億円なんて、そんな紙があったら話は簡単で、普通はそんなふうになってなくて、もうあっちこっちにこういわゆる飛ばすわけですよね、はい、で糸満本体ではなくて、その系列の会社とか、まあ、さらにそのなんか関係者のとことか、もういろんなとこに分散をしていて、で最後全部集めてみると、まあ5000億の損で、しかもそれをメインバンクの住友が全部
1個で被ったんですね、うん、というのがこれはまあ90年代前半までの不良債権の処理の仕方で、この時もね僕はねすごいなと思ったのは、そのメインバンクとその取引先との関係というのは形式的には全部同格なんですね、はい、メインバンクもそれ以外の銀行も融資契約って全く同じもんなわけですよ。住友がメインバンクですっていう契約はどこにもないわけですね、はい、ところが暗黙のうちにそういう事件が起きた時は住友が全部被ると、いわゆる劣後するということが暗黙の約束になってたんですね。でそれを見事に住友はねちゃんと守って5000億全額被ったわけです。今そんなの残ってないですけど、ね、もう今はだからそれはできなくて、はい、でその前半まではね住友も体力あったから、うん、そんなことができたんだけど、後半になるとさすがにもう銀行どこもかしこもやられてますから、それができなくなっちゃって、例の重選問題で、はい、重選もね実は92年に僕が番組作ったんですね、 NHK スペシャルで、はい、日本で初めて不良債権っていうタイトルの番組を作って、誰もその頃は不良債権って言葉を知らなかった頃に作ったんですけど、その時に実は当時の事実上のメインバンクは三和銀行だったんですけど、もう日重金って、ね、日本住宅金融っていう重戦の最大手がもう完全に1兆円の債務超過になってて、もうここで清算しないとダメだというね、うん、そういうなんていうかなこう書類をね、はい、僕があるところで手に入れて、お、はい、でそれをその番組で、ね、スクープの時ですね、出したら大騒ぎになって、はい、まあ1兆円の債務超過っていうのは、まあ今でも半端じゃないけど、当時はもうみんなびっくりするようなね、大きさだったわけだけど、でその時にね、その三和のその内部書類を見ると、もうこれはねもうこの会社はダメだから、うん、そのしかも地価どんどん下がってるから、はい、もう今のうちにその、まあ、三和を含む何行かはい、メインバンクではなくて母体庫っていう形になっててね、確か2校か3校ぐらいだったような気がしますけど、うん、何校、3校か4校が分担してこの1兆円をね、その1校2000億ぐらいずつで清算しましょうという提案だったんですよ、はい、その書類は、うん、それがまあそういうなんていうのいろいろ業界でぐるぐる回ってて、で僕のところにね一部こう来たわけで、それを番組に出したら大騒ぎになって、それでまあいろいろ業界でですねどうするんだってことになって、最終的にまあこれはもうお名前を出していいと思うんですけど、その93年の2月にですね債権者会議が行われて、でもう要するにメインの三和はもうこれは潰そうと言ってるんだから普通は潰せるはずなんだけど、で彼らは全部被るって言ってるんですからね。なのに当時の、寺村信之さんという銀行局長が潰すなって言ったんですよ、信用不安、93年2月に、うん、だって重戦ってのはね金融機関じゃありませんからね、ノンバンクですから、うん、別に潰したって取り付け詐欺なんか起きないわけですよ、債権者は全部銀行だからね、その潰さない理由は全然ないのに、寺村さんのまあ彼個人責任にするのはちょっとかわいそうだけど、まあ周りの人の意見によるとやっぱり寺村さんの意見で、はい、メインバンクが潰そうとした銀行を日重金を潰さなかった、93年の2月にね、はい、その時は1兆円だったわけです。ところがこれは95年にもう一遍火吹いてね、はい、この時にはもうその倍超えるぐらい、2兆円超えるぐらいのね層になっていて、はい、もう持ちきれないわけですよ、ね、メインという母体庫が持ちきれないから、はい、しょうがないからその、ね、農協系にも持って分担してくれと、今度は農協系が嫌だって言い始めて、はい、要するに政治家のところ持ってって大騒ぎになって、それで、95年の12月の末だったと思うけれども、6850億円をですね国が贈与するという全くわけのわからない、債権処理をして、うん、農協を救済してその日中金を清算したわけですね。まあそういう話がいっぱいあってですね、
とにかくね、僕その時に取材して感じたのは、日本のその金融機関というのはおよそ法律とか契約とかいうものと関係なく行動してるんだなってことが分かったね。あの金銭貸借契約書そのものありますから、金額だけは分かってるんだけど、はい、こういうふうに何かあった時に誰が責任を持つのかということはどこにも書いてないですね。今まではほらメインバンクっていうのが責任持つっていうルールが暗黙のうちにあったから、そういうこと書かなくてよかったんだけどね、そのもう90年代後半のようにもう不良債権大きくなってくると、そういう誰が責任持つかということが書いてない契約っていうのはもう契約の手をなさないわけですね。もうものすごいなんて揉め事になっちゃって、はい、で最後はしょうがないからもう国が全部持つ、ね、埋めるということになって、それでまあ2002年から2003年にかけてご存知のように竹中平蔵さんのチームがもう全部それをね無理やりその清算したわけですね。その時にトータルで100兆円の損が、ネットで100兆円の損が出たわけです、はい、でまあその前半のプロセスをね僕は見てきたわけだけど、ある意味で言うと言っちゃ悪いけどこの半沢直樹的な処理の仕方をやったことがあれだけのねその日本経済をもうぶち壊すようなね大問題の原因になったのに、日本の銀行員ってまだその懲りてないのかなっていう、要するにその時と同じことやってるんじゃないのと、うん、僕はねこう、まあ、あれをしかもねそれをなんかこう正義の味方みたいにこうみんなでこうなんか半沢直樹ヒーローになってねこうすごい視聴率でなんかみんな半沢直樹褒めるわけでしょ、はい、僕はあんななんかつまんないとか言ったらものすごくみんな怒るわ、つまりそれぐらいね共感してるんです、そういうこう身内で、なんていうのいわば水戸黄門的にさこう物事処理することがこう日本的な正義なんだなと。けれども笑え金融笑えないですよね、うん、エネルギーを見てもですね、あの財政再建を見てもぐっちゃぐちゃになるわけですよね、うん、日本って最後に。いやだからこのままほっといたらまた起きるような、うん、またにつまりあの90年代に起きたことはその、まあ、民間の不動産がメインだったわけですけど、今一番大きなリスクを抱えてるのは国債ですから、まあ、国債もねそんなすぐに何か起こるとは思わないけれども、あの黒田総裁がああいう乱暴なオペレーションをやってるとですね、そのうち、どっかでどっかからその、まあ、外的なショックがね、来ると何が起こるかわからない。でその時にあの前回の反省はねやっぱりね責任を誰が取るのかっていうルールが日本の銀行の融資契約には存在してないわけですよ。なるほど。でそのまあ、昔は銀行にお金があったからねそのメインが被るとかっていうことでなんとかなったんだけど、今はもうそういう余裕ないわけだから、ちゃんと法律とか契約できちっとしなきゃいけないし、でああいうふうに不正融資があるんだったらそれはね金融庁なり国税なりにちゃんとその突き出してその法的に処理するっていうのが当たり前だと思うんだけど、なんかあのドラマはなんかそういうなんていうの、その法的に処理しないことがこう美しいような書き方になってると思うんですよね、まあ、それも、まあ、ある意味で銀行の正直なあなんていうかねやり方を描いてるのかもしれないけれども、ああいうことやってると今度もう一遍ねその国債バブルが崩壊した時っていうのは90年代より一桁ぐらい大きいですからね、もう1000億超してますからね、あ1000兆超してますからね、90年代は100兆ですんだけど今度は1000兆超してますから、もうなんていうかおのえぬいのような笑い話じゃ済まないわけですよ。皆さんの生活にも影響を及ぶわけです。年金とかね生活保護とか全部出なくなるとかいう大変なことが起きる可能性もあるわけですよね。そういう時にそういう危機管理をするシステムっていうのはまず全く存在してない。あの、ね、しかも半沢直樹見てるとそういうのを全くなんかおかしいとも思ってなくて、
そういうこう身内でこうなんか片付けることがこう正義だっていうふうに未だにね、思ってる。まあどこまで作者が本気でそう思ってるのか、テレビとしてね、はい、面白く見せようとしてるのかわからないけれども、まあ、その今日のね本題のそのグローバル資本主義っていう観点から見ると、そのグローバルでも資本主義でもない、はい、日本の会社はというね、日本の会社の実態をある意味で非常に正直にね描いてるなと。で今回の講座のグローバル資本主義っていうのは本当にとても興味深い話だったんですけれど、一番印象に残ったのがマルクスがですね、なんか凶暴な資本主義が世の中を歩いているっていう150年前の話がまさに今現実に起きている中で、日本がコップの中の嵐で半沢直樹化しているのがとても対照的で面白かったんですけれども、その点やっぱり問題意識から講座とか池田さんの言説が出てるんでしょうか。あの今回のグローバル資本主義というテーマで僕はこのアガラ読書塾っていうので、やろうと思ったきっかけはですね、その、まあ、150年ぐらい前にそのマルクスとエンゲルスが共産党宣言というね、有名な本を書いたわけですけども、その共産党宣言の中にはですね、要するにその資本主義というのはその必然的にね、はい、この戦争を起こすとか、あるいは古い産業を破壊していくとかいう非常にこう破壊的な性格を持ってるんだっていうことが書いてあるわけですね、で彼らある意味でその資本主義の破壊的な性格を利用して、資本主義は古い世界を破壊した先にその共産主義の世界をこう建設しようという構想を持ってたわけですね。でまあ社会主義とか共産主義なんてね、今もうみんな馬鹿にしてると思いますけど、今その共産党宣言読んでみるとね、むしろ半沢直樹よりも共産党宣言の方がはるかにその資本主義の本質を言い当ててると思うんですね。それは例えば身近な例で言うと、2008年にねそのリーマンショックでアメリカの資本主義がめちゃくちゃになっちゃった、ね、あれも誰もあんなことになると思わなかったけど、もう景気循環なんてなくなったなんて思ってたら景気循環どころじゃないね、大恐慌が起きてしまった、はい、でつまり資本主義の中に非常にこう破壊的なその要因が含まれてるっていうことを150年前にマルクスが言ったわけですね、うん、でその後、まあ、彼は資本論というね、これも有名な本の中で、なぜね資本主義はこう自らを破壊するのかということを論じたわけですね。でそれももう今は読む人いないと思うんですけど、うん、今もう一遍ねそのマルクスのテキストを読んでみると、意外にねなんていうかな、最新の歴史学の人々が言ってることとこう近いことが書いてあるんですね。例えばその資本主義資本論の第一巻の最後にその本源的蓄積っていう章がありましてね、うん、そこでは別に資本主義というのはなんか平和にねそのアダム・スミスの言うその見えざる手でこう生まれたもんじゃなくて、要するにその、血と油の滴るその手でその暴力でもってね、うん、その奪われたその例えば海外とかですね植民地とかそういうところから奪ってきた資本で資本主義っていうのは築かれたんだっていうようなことを書いてある章があるんですね、うん、でそこはまあ今まではそれほど注目されなかったんですけども、最近の歴史学でだんだん分かってきたことは、もしかするとその資本主義っていうのはそのなんていうかな、今まで その教科書的なね、はい、通説で言いますと、資本主義っていうのはそのなんか産業革命っていうのが起こってね、はい、こう技術進歩が起こって
でこう西洋の合理主義的なね科学で発達したっていうふうにこう、まあ、教科書には世界史の教科書には書いてあるわけですね。ところが最近 の、 その例えば計量経済史とかねそういう実証的な研究をやってみるとですね、例えば18世紀を通して技術進歩っていうのが年率 1% ぐらいしか、ね、はい、進歩してないっていうのがそのクラフツっていうイギリスのね計量経済史の人がそういう論文書いて、でまあそれはちょっとおかしいんじゃないかっていうことでいろんなことを人は調べたんだけど、とにかくまあ、まあ、1% というのはまあちょっとどうか分かんないけど、まあとにかく技術進歩のそのスピードっていうのは我々が考えてると速くなかったわけですね。にもかかわらず GDP を見てみますと17世紀までだいたい1人当たりの GDP っていうのはだいたい1年間で300ドルかから500ドル、要するに1日1ドルぐらいで、これ10万年ぐらい来てるわけですね。ところが18世紀からドーンと急に上がって、はい、その100倍ぐらいに、ね、なってる。その後、まあ、300年ぐらいでね、それが西洋だけっていう、西洋しかも西洋だけで100倍ぐらいになってる。そのいわゆるそのグレートダイバージェンスというふうに言われたんですけど、大分岐というふうに呼ばれた現象が起きたわけですね。でこれはなぜなのかということが、まあ、大問題で、いまだに、まあ、決着はついてないわけですけれども、初期に言われたのはさっきのね、こう技術進歩とかこう科学の発展とかね、こうそれこそなんかマックス・ウェーバーのなんかプロテスタンティズムのなんとかってみたいな話があったわけだけど、まあそっちに行って今となってはまあみんな間違っている。じゃあ答えはまさにまだ答えは分かんないわけですけど、そのまあそのプロテスタンティズムとかね、その科学革命っていうのは、なんていうかな、こうまあ割とこう綺麗事の世界ですよね。そういうこうキリスト教とか近代科学っていうのが西洋のアドバンテージなんだと。だからそういうものを持ってないこう非西洋世界はうまくいかないんだっていうふうに僕ら思わされてるわけだけど、まあ、ちょっと冷静に考えたら分かることですけど。そんなねごく普通の市場の取引で、例えばその100円で仕入れたものを120円で売るっていうふうな取引で、さっきのようにそのね300年間で100倍っていう成長ができるか、そんなになんていうかな、それは要するに、しかもその間の技術進歩率がね 1% か 2% かっていう状態しかないわけだから、うん、その300年間で100倍になった原因っていうのは、そういうこうごく普通の商取引ではないのではないかと。なるほど。ということを、まあ、問題提起し始めたのがウォールステインっていうね、はい、有名な、これも、まあ歴史学者っていう社会学者って言った方がいいんですけど、はい、まあ、ウォールステインが言い始めた70年代には、まあ、マルフ主義的な左翼の人々が言ってただけで何言ってんだみたいな感じだったわけですけど、どうも最近のですね歴史学の本を読んでますと、ちょうど今週出た劣化社会っていうね、ニール・ファーガソンの本にもそう書いてあるし、それからちょっと前に出たそのポメランツっていう人の、グローバル経済の誕生っていう本も、まあ、ほぼ同じことが書いてあるんですね。それは何が書いてあるかと言いますと、近代の資本主義を生んだのはそういうねアダム・スミス的なこう自由貿易とかそんなんじゃなくて、植民地支配と奴隷貿易と海賊だったと。今見るとんでもないものばっかりですで、その主人公はしかも民間の商人じゃなくて国家だったと。うん、逆に言うとヨーロッパの、そのヨーロッパってのはもうずっと戦争をやってた文化圏ですから、そのいわばその戦争の延長上でね、新大陸行って新大陸を食い物にしたわけですよね。あれなんかコロンブスがアメリカ大陸を発見したとかって言ってるけど、発見っていうのはそれはこっち側の西洋の人にとって発見かもしれないけど、
新大陸っていうのは実は当時は1億人近い人が住んでたわけですよ、ね、そこへスペイン人とかが行ってその現地の住民を大量に虐殺したわけですね、まあ、虐殺したという側面ともう一つは伝染病を持ってったっていうのが大きかったらしいですね、うん、インカ帝国2000万人ぐらいいたインカ帝国の人口が1割ぐらいに減っちゃった原因はその伝染病ピサロなんか持ってったスペイン人の持ってった伝染病だったと言われてますけども、はい、まあ、要するに伝染病もありそれから、まあ、現地人持ってなかったまあ武器を大量に持ってったということもあり、はい、でそういう人たちを全部、まあ、1億人ぐらいいた人 その8割か9割殺してですね、でその彼らの持ってるその資源を全部まあヨーロッパに持ち帰った、特に銀が当時は貴重だったんですね、うん、ところがその現地人をみんな殺しちゃったもんだからその銀の鉱山を掘る人がいないわけですよ。どうしたかっていうとアフリカから奴隷を連れてったんですね。それも1200万人も連れてった、ね、その皆さんアメリカが独立した頃はなんかピューリタンがね、はい、なんかそのメイフラワー号でアメリカに行ったそのピューリタンの人々がやったんだと思ってるかもしれないけど、1800年時点のアメリカの人口統計を見るとびっくりするのはその白人っていうのはねその2割ちょっとしかいないんですよ、ね、あとは全部奴隷なんですよ。つまり1800年ってもう合衆国憲法できた後ですよ。その後でさえ実はアメリカの人口の4分の3は奴隷だったんですよ。だから新大陸っていうのは西洋人が資源を略奪して、しかもその略奪した資源を奴隷によって発掘させて、それを全部その、ね、ヨーロッパに奪っていって、でその銀でもってアジアのねそのものを買いに行ったわけですね。当時は銀って非常に価値が高かったので、中国の貴金属とかね、陶磁器とかそのお茶とか香辛料とかそういうものを買うことができた。それからインドみたいな、まあ、もうちょっとこう文明の程度の低いところはもう完全に武力で制圧して、で実はその17世紀当時は世界で一番綿工業の発達っていうのはインドだったんですね。だからそのイギリスよりも全然インドの方が質的にも量的にもいい綿織物ができたので、そのインドの綿織物工業を全滅させたわけですよ、軍事力でね。イギリスがいわゆる東インド会社ってのはあれは会社じゃなくてあれは軍隊なわけですね。要するにその軍事力でアジアの国を全部その制圧して、例えばイギリスでね、そのイギリスの質のいい綿花を取る職人の腕は全部切り落とした、はいね、これ有名な話だけど、そうやってアジアを暴力によって完全に制圧して、でもう最悪なのは、ね、中国なんかまだまだこう、はい、富があったから中国をその滅ぼすためにそのアヘンをね売って中国の国をダメにして、その挙句にそのアヘンをその廃棄したということを口実にしてアヘン戦争っていうのを仕掛けて中国を占領するっていうね、まあはっきり言って泥棒集団がそのねアジアとか新大陸から集めてきた富でその100倍の成長率を成し遂げたんであるというのが、別にこれはその左翼が言ってるんじゃなくてね、40年前は左翼が言ってたんだけど、最近そのポメランツっていうのはアメリカ歴史学会の会長ですから、そのねその主流の人たちがそういうことを言い始めてる。そのさっきの例えばニアル・ファーガソンっていうのはハーバード大学の歴史学の教授ですよ。そういうね、そのアメリカでもイギリスでもその主流の歴史学者の人たちが、つまり資本主義というのはまあ率直なに言ってその西洋人が世界中から泥棒してきた富によってその本源的蓄積が行われたんだっていう、これはまさにマルクスが言ったのと同じことをですね、その歴史学者がですね言い始めてるわけです。まあこれが訂正ですかどうか知りませんよ、でも少なくとも
僕が読んだ限り、いやあんまりまだ日本ではね、その訳本が出てないからよく分かんないんだけど、はい、例えば向こうではね、フランシス・クヤマっていうね有名な歴史の終わりって書いた人、あの人は今年や去年出したあのオリジニル・ド・ポリティカル・オーダー、それも同じこと書いてあるんですね。要するにとにかく西洋文明はその暴力によって築かれたんだと。要するに西洋文明がなぜこれだけ発達したかというと、一番激しく戦争を続けた文明だからとだったと。実は戦争自体はあの中国の方がね先輩なんですね。いわゆる春秋戦国時代という紀元前3世紀ぐらいにね500年ぐらい戦争をやったわけで、中国はその戦争を全部まあ一人の皇帝が全土を治めるっていう形でこう平和にしたわけですね。だからこう300年に一遍ぐらいしか戦争は起きないわけですけど、西洋は良くも悪くもこう民族がこうごちゃごちゃ入り混じってるから、一人の皇帝を全部こう治めることできなくて、しょうがないからこう領土分割して、いわゆる主権国家っていう形で、まあ休戦ラインは設けるんだけど、なんかしょっちゅうこう戦争を起こすと。だから西洋人は常にこう戦争に備えるっていう体制をずっと何百年も取り続けてきたんですね。だからある意味でこう戦争に一番強いわけですよ、ね。だから例えば新大陸 の、 そのインカ帝国なんて全く戦争したことない民族とやったらもう全く、ね、勝負にならないわけですよね。というわけで、つまり資本主義というのはその皆さんが持ってらっしゃるようなこう啓蒙思想とかね、なんかピューリタニズムとか、あなんかそうい う、 こうかっこいいもので気づかれたのではなくて、むしろマルクスが言ったように、その血と油によって、しかも他の民族の血によってね気づかれたものではないかという話が、最近ねいろいろちゃんとした実証的な歴史学の文献で出てきているわけです。コメントを見ると渡辺美樹さんが可愛いとかですね、そんな話になっちゃって、ブラック企業なんて可愛いもんですよ。そうですね、1200万人の奴隷をねアフリカから引っ張ってったんですよ。うん、それしかも悪いことでも何とも思ってないわけね。皆さん西部劇って最近はもうテレビでもやんなくなったけどね、僕の子供の頃は西部劇ってすごいジョン・ウェインとかやったわけね。あとさ、なんかインディアンってとんでもないやつがいてさ、それをさジョン・ウェインがね正義の味方がねやっつけるっていうのをさ、ね、西部劇やってたわけだけど、あれね冷静に考えたら、彼らその土地に住んでた人々の土地をジョン・ウェインは泥棒して、そ彼らの財産を盗む泥棒ですよ、ね、泥棒主人公にして泥棒を正義の味方として描いて、財産を奪われる人たちをね、なんか知らんけどわけのわかんないことをフーフーフーって叫んでる、なんかおかしな人々だっていう風に見てる。だから、うん、あれが西洋人のまさに世界像だったわけです、うん、自分たち以外のキリスト教圏以外の民族は全部動物みたいなもんでね、なんぼ叩き殺しても奴隷にしても構わないっていうのが彼らの世界観、うん、だからこれだけね乱暴なことができたわけですよ。それはある意味で、まあ、キリスト教のね強みでもあったわけですよね。でその時に例えばね、その西洋の中でもそのいろいろなその国が争ったわけでしょ、はい、でまあ初期にイタリアとかねあの辺が中心だったけど、だんだんこう北上していって、最後はイギリスが勝ったと。でそういう時にその時になぜイギリスが勝ったのかと、これもね、まあ、最近だんだん分かってきたことは、うん、そのいわゆる国力から言うと多分スペインが一番初期にはあったわけですね、はい、そのさっきの新大陸の銀を大量に持ってきたのはスペインだったんだけど、イギリスなんて全然小国でね、それこそ綿織物ぐらいしかなかったわけでしょ、うん、じゃあなぜそのイギリスがスペインに勝ったのかと、これもね最近だんだん分かってきたことは、要するにそのまあはっきり言って資本主義っていうのは儲けたやつが勝ちですからね、なるべく少ない元手でたくさん儲けるのが一番いいわけで、うん、なんか一番効率のいい儲けは泥棒なんですよ、はいね、でその法律、当時は国際法なんてないわけだから、法律のない世界では一番なんていうかな効率的に泥棒をやれるやつが勝つわけですね。で一番効率的にやる泥棒をやる仕組みが国家だったわけです。
で初期にはスペインがねさっきの新大陸から銀を強奪してきてものすごい泥棒やって儲けたわけ。でもそれよりもっと効率のいい泥棒っていうのを発明したのがイギリスなんですね。どういうことかというとスペイン人が新大陸でこう何年もかけてね奴隷使って銀を採掘しますよね。銀ってやっぱりそれやっぱりこう山の中にあるわけだからやっぱりそれは掘るのは大変でしょ。でもいろいろ苦労してその銀だけをちゃんと集めて精錬して船に積んでその大西洋をこう渡ってくるわけですよ。そうするとそこにはもう全く手間暇かけないで価値のある銀だけが積んである船が何か何百キロかこう航行するわけだからそれを泥棒するのが一番効率いいわけね。それはまさに海賊だったわけ。でそれはまあ元はねバイキングとかっていう北の方で始まったんだけど一番効率のいい泥棒はそのスペイン人が新大陸から持ってくる銀を盗む泥棒海賊ですね。フランシス・ドレイクっていうね有名な海賊がいてでそいつイギリス人なわけですよ。まあイギリスがまあ元はねそういうバイキング系のそういう北方系の人もいたみたいだけどまあイギリス人が一番得意だったわけですね。でその海賊を使ってスペインの船をその船ごとねその銀とかそういう貴金属を泥棒するというのをそのなんていうかイギリスが当時のエリザベス1世って女王が組織したわけです。イギリス軍の一部としてその海賊を雇ったわけです。これものすごく効率いいですよね。スペイン人が一生懸命新大陸で奴隷使って泥棒したやつを泥棒のさらに泥棒をやるわけですからでイギリス人はあっという間にその、まあ、スペインの無敵艦隊をねその無敵艦隊って言ったってまあスペイン の国軍 の いろんな船の寄せ集めですからそのまあやっぱり海賊に比べるとまあ公務員だったわけだから、はい、ねやっぱり海賊の方がまあ要するに泥棒としてねもう徹底してやるんだったらもう海賊の方が強いわけで、うん、まあ戦力としてはイギリスの方が少なかったらしいんだけど、うん、まあかなり無茶なねこう船に火つけて相手の艦隊に突っ込ませるとかっていうもうむちゃくちゃな戦法でスペインの無敵艦隊を滅ぼしてそれでスペインの泥棒してきた財産をイギリスが泥棒して資本として蓄積してそれがイギリスの産業資本の元手になったというのが最近ね、アメリカの歴史学会のかなり主流の人々ですよ。だからさっきのファーガソンはまあハーバード大学だし、うん、ポメランツは今だバークレーかな、バークレーですね、そういうね一流大学の歴史学の先生がそういうことを教えてると日本人は知らないと思いますけどね。なんか20年前の日本と全然違うじゃないですかね今の世界がですね、うん、本当汚い世界の中で。いや別に汚いとか綺麗とかっていうのは今からね、はい、ね、見るとそれはけしからんことだと思うかもしれないけど、うん、当時は別に法律なんかなかったわけですから、そうか、ね、要するに、まあ、力でもって要するに、まあ、強い泥棒が勝ったという、うん、単純なことだったわけですね。つまり言い方を変えると資本主義というのはある意味でやっぱりその経済的な戦争であると、うん、で、まあ、そういう意味ではねマルクスが150年前にしてきた資本主義の本質っていうのは意外にいいところをついていてね、うん、戦争ですからやっぱりそのちゃんと指揮命令系統しっかりしてないと勝てないわけですよ、うん、ね、こうみんなで仲良く相談しようとかやってると絶対負けるわけですね、うん、でそういう意味でもやっぱりイギリス人っていうのはそういうなんていうか指揮命令とか一番しっかりしてるでしょ。だからそのイギリス人とかアメリカ人とかねなんであれ戦争に勝てるかっていうとやっぱりそのキリスト教その一神教のね要するにその絶対の普遍的なルールっていうのがあってでそれに全員が従うという軍隊的なキリストが動いたということは強いわけですね。それに対して、まあ、日本人みたいにこうみんなでこういつまでもなんか相談ばっかりやってると
まあ、本当はあの攻めてこられたら負けてたと思うけど、はい、幸い攻めてこられなかったからずっと平和で済んだわけですけど、けど経済で負け始めてますよね、半沢直樹が勝てるわけないんで、まあ、ある意味言うとね、なんていうかな、こう日清日露の時代と似てて、はい、日本人ってもともと戦争なんか全然向いてない平和冒険なんだけど、明治維新でね、こう戦争に目覚めて、でたまたま日清日露でちょっとこう勝っちゃった。なるほど。それがまあ日本の70年代80年代ぐらいの感じでね。あ、でそれでこういい気になっちゃって、おなんか俺たちも戦争なんか強いみたいだと自信持って、はい、で本物の戦争を仕掛けたらこの頃になっちゃったっていうのがね、まあ、その第二大戦だったわけですけど、うん、今そのまあ日本がねよくその第二の敗戦とか言われるんだけど、そのまあ物の例えではあるんですけど、つまり今みたいにその資本主義というものがそもそも戦争であると、はい、で従って企業っていうのは基本的に軍隊であるというふうに考えると、やっぱり軍隊的なフォーメーションを持ってない企業っていうのは勝てないんですよね。だから70年代80年代日本が勝てたのはまあまぐれあたりであって、これはまあまたあの機会があったらそれをまたあの詳しく、つまりあのいわゆる日本的経営がなぜ成功したのかっていうのはいろんな議論がありますから、これはこれでまたあのテーマにしてもいいと思う。ちょっとそれは今回置いといて、たまたままぐれあたりで70年代80年代は日本の非常にこう平和ボケ的なこうみんなで身内でねこう仲良くやりましょうみたいなのがうまくいっちゃったから、まさに半沢直樹の世界みたいなね、ああいうのでこ うまくいったから、いつまでもそれうまくいくと思ってやってるうちに今みたいに今度もね中国とかインドとか もっとなんか激しいわけのわかんない連中が出てきて、うん、もうまさにこう経済的な戦争になってるわけですね、うん、なってるのに未だに日本の会社は半沢直樹でやってると。これでは絶対に戦争には勝てない、うん、グローバル化を嫌がる議論が逆に強まっていますよね、うん、まあ、名前を出しちゃうとまた怒られますが、内田達先生なんて反グローバル宣言、うん、グローバル資本主義宣言なんて高らかに歌ってますけど、中島武とかね、はい、うん、ああいうので乗り越えられるのかなといういつものテーマに戻るんですけれども、うん、まあ難しそうな感じですね。いやだからね、このままちんまりと貧しく生きていこうっていうなら僕はそれはそれいいと思うんですよ、うん、だからそのまあ内田さんなんてね自分でなんかその印税で十分食えるんだろうから、それは全然彼としてはある意味で、まあ、利己的に言ってるでしょ、はい、なんかその世の中どんなのに貧しくなったって自分はね食ぶちゃうんだから構わないって。問題はそのまあニール・ファーガソンのね今度劣化社会っていうのでも書いてあるんですけど、はい、彼がそこでもう一つ言ってるのはですね、そのイギリスがかつて世界中からね泥棒することができたその原資、国家のやっぱり国家もやっぱ金が必要でしょ、うん、ただやっぱりイギリスは当時小国ですから金がないわけですよね、それ税金集めるって言ったって集める税金に限られちゃった。そういう時にイギリスはその国債というイノベーションをね、なるほど、生み出したわけですね、うん、これが名誉革命の時だったそうですけど、だから国債を使えばね国の予算規模の何倍もこうお金を使うことができるわけですよ、はい、つまりそういう形でその国力を膨らましてそれによって略奪してきて、それで略奪してきた富を出資してくれた民間の人々に分け与えるっていうのが国債の元の形で、これはすごいイノベーションだったわけですね、はい、これによってイギリスっていう国、あんなちっちゃい島国がそのスペインとかねそういう他の大きな国よりも大きな軍事力を築いてその戦争に勝ち残ったわけですよ。しかし問題は国債っていうのは基本的にやっぱ借金ですからね。でその頃にまあ有名なねそのエドマンド・バークとかなんかね、借金ってそんなむちゃくちゃにねするもんじゃないですよと、これは結局は借金を返すのは税金で返さなきゃいけないんだから、いわば税金のくりなんて先食いをしてるだけですからね、はい、つまり国債っていうのはその将来世代からの徴税なんだから、あまり無茶なねあの国債を出してはいけないということをね、あのバークが当時
言ったらしいですけども、うん、今の日本がやってることはもう完全に将来世代の収入を先食いしてるわけですね。今日本の、国民負担率 37% ぐらいで先進国の中では一番低いと言われてるんですけど、それは税金と社会保険料だけ見てるからなんです、うんね、この1000兆円の借金を全部その現金で返すっていうことまで考えると実質的な国民負担率は 60% 超えるって言われてるんですね。恐ろしいですね。だからこのスタジオにいる若い世代の人々なんかはあとまあ20年ぐらい経つとですね、その収入の6割ぐらいもね税金と社会保険料で持ってかれてしまうと、うん、おまけにその払った年金保険料はほとんど返ってこないというですね、大変悲惨な時代が来ることがほぼ確実に予想されているわけですよ。つまりかつては世界中からこうね泥棒してきて資本主義を築いたんだけど、うん、今の日本はその将来世代から泥棒して現在の世代がね、はい、ああいう公共事業とかなんかやってるわけ、はい、まあ、だから世の中ね一番要領よく泥棒するやつが儲けるっていうのがまあある意味で資本主義のルールっていうかまあ、 あの古今東西を問わないこう法則ですよね、うん、そういう意味では日本の今のねあの自民党政権の政治家の皆さんっていうのは極めて優秀な泥棒であると、はい、あのまあもう少しあのシステムに即して言えばネズミ講ですよね、うん、ネズミ講っていうのは絶対に最後に来た人は破綻するわけで、はい、今の日本の国債のシステムっていうのは非常に大規模なその史上最大規模のネズミ講をやってるわけですね。しかもちゃんとそれを分かった上で、うん、でそのさすがにそれだけ規模大きくなってくるとそのなかなか買い手もね簡単には見つからないから、じゃあ日銀に買わせようっていうことでね、ほいで日銀がその量的緩和をしてもう200兆円ぐらいね国債をどんどん買っていくと、これはもう日銀に引き受けさせたらいくらでも国債を発行できるわけで、これをどんどんやってるとそのうちドカーンっていくわけですね。でこれもまあ歴史的な例があって、あのフランスのルイ15世か、はい、がその初めてね、はい、歴史上初めて中央銀行っていうのを作って、まあ、そういうその国の借金を、はい、その中央銀行がそのお札を発行すればいくらでもねあの国がお金を作れるっていうことをそのジョン・ローっていう詐欺師が発明して、それをルイ15世に助言して、でフランスは初めてそのこれもイノベーションですよね。中央銀行っていうのもね、あの巧妙な泥棒のイノベーションで、要するにそのお札をどんどん発行してこれは国家が保証してるから大丈夫だって言って、みんなそれ信用してたらどっかである時突然ドボーンといってフランス革命で全部ひっくり返ったと。まあ日本でそういうことが起こるかどうかは分かんないんですけど、日本人は平和ボケだからあのそういう革命は起こらないと思いますけど、まああのはっきり言ってその半沢直樹の世界というのは、日本が今世界の中で置かれてるそういう非常に厳しい状況、しかもそれからさっきの財政の面でも非常に厳しい状況に置かれてるということに日本人が未だに全く気がついてないと。いつまでもこう身内の派閥構想とか人間関係とかね出世競争とか、その全部バーンとひっくり返ってしまうっていうね時代がもしかすると来るかもしれないと。なるほど、これが本当につながってるわけですね。で最後に質問なんですけれども、こういうメリットとデメリット、まあ、デメリットの方が多そうなあのグローバル資本主義なんですが、あなたはグローバル資本主義を歓迎しますかという質問をですね、視聴者の皆さんに出したいと思います。いかがでしょうか。イエス、好きと嫌いの2択で出してみようと思います。じゃあ回答よろしいでしょうか。半分好きが 53、 それでもグローバル資本主義についていくしかないと。
いやー結構割れてるのが面白いですね。割れて半分に割れてるの面白いですね。はい、これだけ悪口言ったんだけど。なんか怖さを感じる放送でしたけれども、いかがでしたでしょうか。またぜひアゴラの読書塾、また言論アリーナをよろしくお願いします。どうもありがとうございました。